いっぱいの運び様で誠にありがたく御礼を申し上げます、えー。今回は文春落語スペシャルということで、えー、こちらヒューリックホールさんでの催しでございまして、えー、誠にありがたく御礼を申し上げますがあ、ありがたいことでございますね。本当にこのソーシャルディスタンスを取った上の覚醒でございます。市、えー、松模様というような、ほぼそんなような塩梅でございますかね。まあ夢っていのは、そういうふうに考えるというと、うん、その辺に転がっているもんなんだなと思います。な ってみたいこうなってみたいという夢もございますしそれからまた文字通り眠ってみる夢というものもございましてそれによってまた周りがいろんな騒動が起こるなんてやのが話の方にはいくらも転がっていらんばいなんでございますがよく寝てるのねこの人ニコ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 笑ってるわうんよほど楽しい夢見てるのねまた笑ってるこんな顔私に見せたことないんだわまた笑ってるうんあなた 起きてちょうだい。あなた。起きてってば、ねえ、ちょっと。あなた。はい、やい、やい、やい、いや,いや、もう私、な。今起こしたのは、お花かい私ですよ。ニコ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 笑ってらっしゃったわね。ね。面白い夢見てたんでしょ。教えてちょうだい。私退屈してるんだわ。ねえ。どんな夢 いいやいや、え「えあ、お前が起こした。うそうかいうん」<laughs>。「惜しいことしたな。やっぱりなんか楽しい夢見てたのね私退屈してるのよお店の方は番頭さんもいてお店の方がやってくださってるんでしょやることがないの教えてねどんな夢?え」うん。<laughs> 夢なんざ。 見てないよ。見てたわよ。ニコニコ笑ってらっしゃったもの。ねどんな夢見てないよ。嘘おっしゃい。あなたが夢見てるところ、私見てたんだから。よく分かんないよ、はいはいはい。見ました見ました。見ましたがね。昼寝の夢でもって、別に大したごっちゃないよ。聞くほどのことはないや。いいじゃない、教えてちょうだい。そうかい。じゃあまあ話はしますがね。 夢残ったからそのつももりでってて聞いてくれうん夢の中でもって私がなまあ商売用が終わったんだろうな向う島界隈いをプラ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 歩いていたんだな向島私行ったことがないわ下流界だからなお前さんには縁のないところだ昼日中から三味線の稽古のにあんなんか聞こえてね誠に賑やかで陽気でござんしたよ横山ざんしたわねうんところがねぽつりぽつりと雨が降ってきてさあら 傘は持ってなかったんだよに行ってくれれば迎えに行ったのに夢だから。<laughs> 弱ったなと思った雨宿りでもしたいと思ったんだがねあの辺りは料理屋ばかりでもって軒のある家がなかなかにないただふっと見るってやとこ6軒先に1軒の下田屋軒のある家があったんだやらありがたいってんで小走りにそこに行ってな、まあ、軒をお借りしましたしばしの雨宿り。と 「そのうちの格子がガラガラっと湧いてあやさんが顔を出した」「はい察するところどっかの、まあ、おめはげさん二号さんというようなお宅なんだろうあやさんとお二人で持って暮らしてらっしゃるというような風情屋だったよ」「あいすいません急な雨で傘を持っておりませんしばしの間軒をお借りしたいんでございますが」と申し上げるとなあやさんが私の顔をまじまじと見て「なんですね大黒屋の若旦那じゃありませんか」とさ。 あらうちのことご存知なんですねそうらしいんだなあいすいませんすぐにやむと思いますんでちょっとの間の気を借りできれば何をおっしゃいます小風を召しますからどうぞ中に入ってくださいと何をとんでもないことで夏涼しい真似はできませんここで結構ですから何をおっしゃるんですよ若旦那あなたをここに立たしておいたりなんかしたら私がうちのご心臓に叱られるんですからとさ」。 はいそのばあやさんがね奥に声を投げたよ「ちょいとご心臓あなたが常から大噂を申し上げていらっしゃる大黒屋の若旦那が見えましたよ」。はい とそのご心臓なるものが奥の方からまるで泳ぐように出てきたね。何だってきよ大黒屋の若旦那がたもとがマイクにあった。見えたのかいとさ。マイク気をつけてね。それで 私の顔を見ると、なんですね、大黒屋の若旦那じゃありませんか。あいすいません、手前どものことをご存知でらっしゃいましたか。しばしの間、甘えどりをお願いいたしますと言った私にはご心臓の顔を見て驚いた。ええー、何があったってね。いや、私も今までね、何千何万と見るだけだったら女の人の顔は見てきたつもりですよ。ところがあんないい女ってものは見たことがないね。 えあのね、なんだろうな、目元がどうとか、口元がどうとか、鼻筋がどうとかね、小股が切れやがったとか、なんかそういう、あのねあ、あのね、なんて日本、あのね、今の日本語でね、あの人のことをなんか言える言葉がないね。ああ、いい女った、あんないい女が、この世に存在するんだと思ってさ、近くにもいるんじゃないかしら それではいすいませんがしばしの間甘えどりと再度お願いをした」ととんでもない若旦のおかずを召しますからどうぞ中にお入りになってと私の手を取った。またその手の柔らかいこと温かいことあんな手があるんだね。 はい、「そうまで言われちゃ仕方がない中に上がらせてもらった行き届いたもんだもう座敷にね酒魚の支度がしてあるんだよ酒魚ったってあなた下戸じゃありませんか私もそう言ったんだうちの親父とてえものは酒が好きで毎晩晩酌をいたしますがそのせがれで言いながら私はご酒は一滴もいただけないんですと申し上げるとなご心臓がい,いえそうじゃないんでしょ本当は召し上がるんでしょただ 私みたいなおたふくのお釈だから、嫌なんでしょ。で、こうなんだよ。わかるいっぺん顎を引くんだよ。ね。私みたいなおたふくのお釈だから、嫌なんでしょ。で、こうなんだよ。わかるかいはい。それで そうまで言われちゃ仕方がない。ふうじゃってんで、一杯頂戴した。こいつを鼻んところまで持ってくるといい香りだ。飲めるんじゃないかなと思って口に含んだら、一人でに入ってったよ。いい酒ってのはああいうもんなんだね。うまいんだ。ご心臓、おいしゅうございますな。やっぱり召し上がるんじゃありませんか。どうぞもう一杯。二杯目を頂戴した。駆けつけ三杯ですよ。三杯頂戴して。ご心臓の顔を見るとね。今度はご心臓が何にも言わずに、私のことをじっと見て。 自分ばっかりずるい。とこうなんだよはいそれでこれは気が付きませんで相すみません私が調子を取ってご心臓に刺したまたご心臓が刺してくれる刺しつ刺されつってえのはあれだねあれでもって二人でそう五、六本も開けたかな。 二人でったったらあなた下構でしょ五六本って言ったら五六五じゃありませんか。おいやいや二号どっくりで飲みすぎよあなた。<laughs> それでさすがにつむりが痛くなってきてね飲みすぎよ。ご心臓あいすいません頭が痛くなってまいりましたと申し上げたらこれはこれは気がつかないでごめんなさいおよや床を述べて差し上げてお布団を 私も言ったんだよ。とんでもないことで、座布団を一枚の借りできれば、それと二つ折りにいたします。それでもってごろり横になればよろしゅうございますから、何をおっしゃいますおかずを召しますからってんで、布団を敷いてくれた。あじゃあ仕方がないからってんで、布団に入らせてもらったよ。ずずしいのね。 後半時ばかりトロトロっとして目が覚めました。つむりが痛いのもだいぶ抜けたもんだからね。いやご心臓ありがとうございます。だいぶ良くなりましたと申し上げたら、よろしくございました。でもね若旦那、今度は私の頭が痛くなったんですよと。飲み過ぎだわ。ご心臓気がつかないで申し訳ありません。私が布団を出ますんで、どうぞ中にお入りになってとこう言うとな。はい。 布団に入ります休まますす休せてもらいますでもね若旦那私が布団に入るからといってあなたが布団を出ることはなくってよ。<laughs> はい私が呆然としているとなご親族は向こうを向いた後ろでに帯をときますこいつを。え おろすってとねおなでただ着物が払って落ちた長襦袢がさこれがまたひじり面っていうのも目に鮮やかでもって色っぽいもんだがねそんな品のないもんじゃないんだよあでやかな桜色襟が抜いてあります船地が見えるよこれがまた白いんだ何とも色っぽいでもって肩越しにね私のことをこうとこうなんだよわかるかいさっきはほら下からだったらお調子の時はさ下からこうやって。 な今度上から上から上からなん上からなんだよね上からこうやってね。わかるかいはい <laughs> それで私がぼうぜんとしているとその長の姿のご心臓が私が寝ている布団の裾にスーッと入ってきたところでお前が起こしたんだよ。 欲しいことしたなお花お花大きな声でもって泣くんじゃないよみっともないじゃないかお花泣くんじゃないやなまったく 京、えー、太郎です夢の酒というお話なんですけども、えー、落語という芸能には本当にいろんなタイプの落語が話があります、えー、ユーモアに満ちた話がもちろん主流なんですが。 怪談話といって、えー、怖い話もあれば人情話といって、えー、感動するような話もあります、えー、今日僕がやったのは「夢の酒」という話ですねこれはあのーまあ、ファンタジーでもあり、えー、よく世間に転がってるような夫婦の本当に夫婦喧嘩か日常の中の些細なトラブルということの話なんですがそのトラブルの原因も非常に何でもないような理由の。 つまり、可愛らしい話ですね。うん。とっても可愛い話だと思います。愛らしい人たちが登場する。誰も悪人が登場しない。えー、可愛い話だと思います。えー、ちょっとでもお伝えすることができていれば嬉しいなと思います。もし、まあ、お機会があったら、コロナが収まって、また、どんどんとウェルカム、日本にお越しいただきたいということになりましたら、落語の方もお楽しみいただければと思います。ありがとうございます。